はい、皆さんこんにちは、ナタコシカスモです。エナチャンネルへようこそ。はい、久しぶりにね、店舗スタッフの抜き打ちをやっていこうかなと思うんですけど、今回は、まあ今昼捨てているんですけど、モーセサンドヒルズ、新宿ルミネ、伊勢丹の3店舗で、ちょっと抜き打ちをしていこうかなと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ナタコシさん、はい、その左腕のそれ何ですか？これね、作ったんですよ。これエナさんがこのファッションワールドで、まあ、講演させていただいてたんですけども、その時にプレスの人が写真撮る時にこういうなんか腕の報道関係者ですみたいなマークをつけてて、なんかそういうちょっとありだなと思って真似させていただきました。はい今日はそれをつけて、そうです、今日から抜き打ちにはこれがついてくると思います。楽しみですね。はい、ということで早速やっていきましょう。ちょうど朝の開店準備なので、組織のことから入るのでお願いください。そろそろ来ますかね。まあ、あれとなく田村じゃねえかなと私は思います。私も思います。萩よりは田村さんの方が先に来るんじゃないかなと思います。うん、はい、おはようございます。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 抜き打ち、チクチクです。おはようございます。担当店店長、田村です。はい、もう慣れたもんですね。久しぶりです。いや、ほんと YouTube でも久しぶりです。はい、ってことで、お願いします。では、まず着てるアイテムの紹介からお願いします。はい、ジャケットがユニクロで、中が発売中のフリンジのパンツですね。で、パンツもユニクロです。おで、ベルトはクラフです。はい、で、シューズはスタイルマンタで、バッグはヴィンテージです。ちょっとプチプラアイテムでまとめてみました。珍しいですね。結構プチプラもザラとかビンブラも着ます。さすが着こなし上手の田村さんですが、コーデのポイントを。コーデのポイントは、ジャケットがちょっとカジュアルな感じだったので、デニムでも可愛いかなと思ったんですけど、ちょっとポリエステル素材系でパンツは持ってきて、なんか綺麗めな感じにしてみました。さすがです。さすがです。さすがです。はい、田野さん、フリンジのニットトップス買ったんですね。そうなんですよ。インスタライブでご紹介してるときに、やっぱ可愛いってなって買っちゃいました。素材感も、やっぱニットなんですけど、結構通気性がいいので、あったかいですし、お袖がドルマン調なんですけど、ここがすり入っているので、腕も上げやすくて、すごい使いやすいです。はい、ありがとうございます。パーソナルな質問を例のごとくさせていただきます、はい、最近ハマってる、じゃあ Netflix のおすすめ。最近ウェンズデーというドラマを見たんですけど、世界観がすごい可愛くて、意地悪な役なんですけど、一気にもう見れるぐらい面白いんで見てください。はい、ありがとうございます。もう一個、今発売中のアイテムでおすすめのアイテム紹介していただきます。あー、好きそう。ダダーこのオールインワンです。買いましたよ、私。あ、めっちゃ似合ってましたね。それになんか白のジャケット、そうそうそう、合わせてましたよ。超おすすめです。それなんかこう2枚に重なってる感じのデザインなんですけど、首元通してもいいですし、ここでくぐって首なしでなんかスッキリも着れて、なんか普段も使えますし、オケージョンとか結婚式とかにもお使いいただけるので、すごいおすすめね。1枚で着てて可愛いですね。可愛いですよね。もう気温も暖かくなってきたので、レイヤードしていただいてもいいですし、うんうん、はい、切り返しも高いので足も長く見えます。はい、おすすめです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日も一日よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お待たせ。ハギちゃんは最近ルミネからね、はい、ヒルズに移動してきました。そうですね、もともとヒルズのね、でも、はい、僕の後輩でした。いや、私の後輩でもありますから。確かに。よく暇な、暇暇とか言ってた。ブブー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 その時ね、よくね、中華食べ行こうとかしゃべったよね。はい、懐かしいね。懐かしいな。
思い出話もありますが、はい、今日はコーディネート、はい、紹介してもらってもいいですか。はい、明日は、はい、はい、じゃあまず着てるアイテムの紹介からお願いいたします。はい、アウターは今発売中のスリーウェイジャケットのショートジャケットの部分だけ着てきました。はい、トップスがドットメッシュトップスのホワイトになります。このパンツは去年の SS のエアパンツを履いてるパンツで、ナビアスのパンツとこれも SS のシューズ、パンツを履いてます。なんかすごい萩原さんって感じのスタイリング、萩っぽい、萩っぽい、すごい。じゃあ今日のコーデのポイントがあれば、はい、今日暖かくて25度ぐらいまで上がるっていう天気予報見たので、すぐ脱げるように、あ、早速脱いでいただいて、かわいい、似合ってます。似合ってます。で、肘下ぐらいまで上がるのでもう結構すぐ着れるアイテムになります。はい、それってなんか腕出せる、これ、そうなんです。そうですよね。あ、いいね、いいね。いい、着やすいですよね、これ。似合ってます。はい、では、パーソナルの質問をさせていただこうかと思うんですが、萩原さん、お笑いが好きということで、はい、最近ハマってる、まあ、もしくは好きな、はい、お笑い芸人、いらっしゃいますか？はい、私はもう、結構何年か前から、霜降り、あれ、なんかこれデジャブだな。大好きで、中村さんも言ってたと思うんですけど、私も本当に毎日18時になったら霜降り中を休憩して見るっていうルーティンがあります。じゃあ霜降りのネタを一つ、あ、はいやるんだ、やるんだ、一番声張ってたけどまたちょっと練習してきます。はい、はい、じゃあ最後に今発売中のアイテムでおすすめのアイテムを言って。はい、そうですね、今時期だったらカーテンレースとか、うんうん、かわいいよね、多いですよね、うん、かわいい、大きめのベースなのでそんなにこう甘くなりすぎないですし、今時期だったら本当になんかタンクトップとか T シャツ着てもうパサッと羽織っていただく感じでちょうどいい。ね、なんか気温的にもちょうど着やすいし、スタッフみんな買ってますよね、うん、これみんな買ってる、もう3色まだご用意があるのでよかったらチェックしてみてください。カズマも買ったもんね。ちょっと言うなよ次の店舗で着てこようと思ってたのに男性の方も、はい、ぜひおすすめです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では今日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、おもさんと通ってたらちょっと営業時間が来てしまいました。ちょ、今ね、お客さんがいらっしゃらないので、もう一人だけちょっと紹介したいと思います。はい、おもさん同店のシフさんです。シフですね。いや、まあ、はい、じゃあね、わかりますかね。はい、恒例のシフチェックなんで、シフの紹介を、はい、よろしくお願いします。では、まず着てるアイテムの紹介からお願いします。はい、私が着てるのが、発売中のクラのニットベストと、はい、あとタイクのこちらのパンツ、かわいい、あとザロー、はい、バッグ、シューズもクラネです。はい、なんか色味がかわいいですね、今日も。そうですね、色味すごいかわいい。はい、じゃあ今日のコーデのポイントを一つ、ポイントが、はい、なんかちょっと熱くなってきたので、はい、ノースリーブでいいかなさ、涼しげにね、うん、初挑戦なんですか。あ、そうなんですか。うん、重ねて着るよりかもう今みたいに女っぽく一枚で、うんうんうん、着た、かわいいです。はい、うん、ありがとうございます。皆さんに一個パーソナルな質問してるんですけども、はい、じゃあシフさんは最近なんかやってみたいなとか興味があることってありますか。ちょっと今年はアクティブに、おー、うん、で、はい、山登りとか、おー、いいですね。めっちゃいいじゃないですか。みたいなって思ってます。はい、挑戦してみたいです。はい、ありがとうございます。で、最後に今発売中のアイテムで一個おすすめのアイテムを。おすすめのアイテムはいっぱいあるんですけど、こちらのジャガードのトップスなんですけど、私がなんか個人的におすすめで、黒がおすすめですね。ちょっと綺麗めにも着れますし、デニムと合わせても可愛いのですごいおすすめです。ちょっと透け感もあるんですけど、うんうん、一応セットで中にタンクがついてるので、
そうですね。こんな感じで、うん、これもまた肌触りが良くて、はい、ありがとうございます。では本日もよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、表参道のお昼休憩が終わりましたので、次は新宿ルミネに行きたいと思います。はい、せーの、はい、ということで新宿ルミネに着きました。イエーイ。はたこさん、はい、そのお洋服あのね、前回盛大なネタバレを食らったカーテンです、ね、はい、来てきたんですね。来てこようと思ってたんだもんだって、はい、ということで台湾のスタッフさんをお待ちたいと思います。ちょっとね、久しぶりにこう店舗の抜き打ちやってると朝早いじゃないですか。早い、起きる習慣がないと難しいですよね、なかなか、うん、まあ起きる時間決まってますもんね、私たち。そう、なんかさ、僕らって、まあ、時間が来た、この足音はもう絶対夏おはようございます。おはようございます。いや、もうスマッシュすぎ金髪がまず見えましたね。確かにね、目立つね。悟った、悟りました。おはようございます。おはようございます。ルミネ亭の清水です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は私服をお願いしてください。はい、はい、ではまず着てるアイテムの紹介からお願いします。はい、今期の発売のこちらトップスがチュールトップスブラックになっております。でパンツは22とかかなのクラネのワイドパンツで、シューズが今期のこちらのウェブパンツを使用しております。バッグとメガネ、ね、おしゃれ。今回ね、エレメンのバッグになっておりまして、はい、でメガネはヴィンテージのサングラスを使用しております。かっこいいね、今日もオールブラックで。オールブラックでございます。はい、とても似合っております。はい、では今日のコーデのポイント。そうですね、もともと私結構ブラックが好きで、あんまりこう強すぎないように、ちょっとこういうね、チュールとかでお肌の透け感を出して若干柔らかくしているんですが、かな。はい、ありがとうございます。もうめっちゃ似合ってますよ。なんか新鮮っちゃ新鮮だけど、うん、いつも着てそうっちゃいつも着てそう、なんか甘すぎない感じになるので、うん、でここのね、チュールトップスの首元が高くなってるので、私みたいにオールバックとかしてもすごいあのメリハリが効いてポイント取れるんじゃないかな。はい、では皆さんにちょっと一個パーソナルの質問をしてるんですけども、はい、清水さんはアニメが好きですよね漫画とアニメ好きですよね。そうですね、お休みの日はもっぱら、はい、じゃあ最近ハマってるないしはおすすめのアニメであればお願いします。ラ、はいはい、ップ知ってるかもしれないんですけど、はい、地獄楽っていう、あ、はい、ジャンププラスかアニメが始まりまして、もともと漫画を全部読んだんですけども、もう絵も好きだし、ストーリーも好きだし、現実世界から離れて無で入れるっていうところですごい面白いのでおすすめです、はい、海外人気もとてもすごいです。最後に、今発売中のアイテムで、1点じゃあおすすめのアイテムをご紹介いただいてもよろしいですか。承知いたしますか。私はね、これかな、こちらのフリンジトップスです。うん、なんか噂によると、表参道のタムさんが、そう、私服でね、お召しになってたっていうところを聞いたんですけども、すっごい形が可愛くて、で、このスリーブなんですよね、ポストが、うんうん、ちょっとお袖、あの腕が細見えするような着方だったりとか、気になる部分もすっぽり隠してくれるので、最近ね、ちょっと短めの丈感も流行ってはいるんですけども、そこまでこう短すぎずに使っていただけるので、うんうんうん、アウトインどちらもしやすいかなと。まあ黒かな好きだねでも白も可愛いな。白も可愛いですね。でもグリーンも可愛いんですよ ね、なんかデニムとかでも映えますよね。そうそうそう、うんうん、はい、ありがとうございます。おすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もう一個だけ。何ですか？何でしょう？はい、いよいよ来週から、またルミネ 10% が始まります。今週はお取り置きも随時お受けたまわりしておりますし、お電話でもお取り置きはできますので、よろしければぜひたくさんお問い合わせお待ちしてます。ちゃんとぶっこんできましたね。はい、さすが鏡でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。頑張って。はい、ということで清水さんにね、MQ をやらせてもらったんですけども、次は伊勢さんに行きたいと思います。はい、ということで新宿伊勢さんに来ました。ちょっとなんでこんなテンション下がるんだろう。おかしいな、疲れちゃった。はい、ということで今からスタッフの方を待ちたいと思います。あ、来た。おはようございます。おはようございます。おはようございます。向かって喋ってもらっていいですか
はい、シンクチェックです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。来ました。自己紹介を。店長の山本です、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さん、2回目の登場です。朝早くから、はい、そう、早まって切ったんでちょっと早すぎますね、でも、はい、早いですよね、はい、まだちょっと声とかも全然出ないんですけど。じゃあちょっと、人の紹介をお願いいたします。はい、お願いします。はい、ではまず着ているアイテムの紹介からお願いいたします。はい、今着ているアイテムがこちら発売中のラブルフェイスチアリボンシャツと、こちらが確か3年前ぐらいのクラネのブーツカットと、去年ぐらいのクラネのフラットシューズにこちらヴィンテージのカバーで合わせております。もうクラネですね、オール、はい、全身クラネ。もちはね、クラネの大好きですよね、はい、イエロー似合ってますよありがとうございます、うん、はい、ではコーデのポイントを紹介してください、はい、こちらのポイントがシューズとフェルトをブラウンで色味を統一して、春夏で明るいアイテムを着たかったので、パンツはアイボリーと、あとバッグもアイボリーで合わせてみました。はい、なんかすごい統一感があって素敵なコーディネートです、うん、素敵です。めっちゃ照れてるじゃん照れてますあと皆さんにね、パーソナルな質問を1個してるんですけど、はい、最近気づいたんですよ、山本さん、はい、めっちゃ英語が堪能ですごくない？ちょっとなんか英語でやってもらいましょうかね。聞きたい、英語で、はい、英語でお願いします。グッドモーニング、おはようございます誰でも言えるもうワンなんかね。グッドモーニング、ウェルカムトゥクラネ、ソーハブネイスデイ、センキュー。おお、すごい、ありがとうございます。では最後に、はい、今発売中のアイテムで、はい、おすすめのアイテムを1点。あ、はい、かしこまりました。こちらのビーバムテープのワンピースになります。はい、はい、カラーも3色ございまして、ボディが着ているミックスと、こちらのホワイトとブラックで、あのお出かけの時にもすごくいつまで入るので、ぜひそのおすすめアイテムを見てください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日も一日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、スタッフの抜き打ちシフチェック、いかがだったでしょうか。今回はね、初めて全店回りましたね。そうですね、朝早くからスタッフの方にもご協力いただきましてありがとうございます。いろんなね、コーディネートを見せれたんじゃないかなと思うんですが、この時期ってね、結構何着ていいか分からなかったりとか、寒暖差がね、激しかったりするので、まあ少しでも、皆さんの参考になればと思います。はい、はい、でね、年内にもう1回ぐらいスタッフの抜き打ちやりたいですね。そうですね、はい、ということでまた楽しみにしていてください。はい、ということで今日はこの辺で、バイバーイ。